はい。いや、今日はね、リップルのニュースからお届けしますけども、タイトル見てわかるように、リップルアジアでのビジネス展開、SEC による訴訟の影響はないということで、ガーリングハウス CEO が言われております。まあ、おかげさまでリップルってのは、訴訟の問題が起きた時は一瞬下がったんですけどもね、それからはだいぶ、また買いが入ってきて、え、さすがにナンバー2、ナンバー3をずっとね、研修していた、 うん、アートコインだなと思いますただ、リップルっていうのは中央集権型なんですよね。この中央集権型をいつまで続けるのかってことと、本当にこれ分散型になれるのかどうかってことも、まあ私としてはね、えー、思いを馳せるところなんですけども、一体今後、リップルっていうのはどのように利用されていくんでしょうか。えー、こういうふうにね、記事が書いてますよね。2020年12月、SEC は2013年の 以降の XRP トークの販売によって、リップルとその幹部が証券法違反で起訴されたということですね。ガーリングハウス氏はアジア太平洋地域の規制当局との良好な関係に影響がなかったと述べ、アジアと日本では規制が明確になっているため、これらの市場でビジネスを成長させ続けることができたと述べたということですね。 まあ確かに日本や他のアジアの国々っていうのは歴史的にリップルや XRP に有利な環境だったのは否めないと思います。リップルは日本の金融コングロマティックである SBI ホールディングスと合弁会社を作りアジアでのビジネスを展開をしていると。まあそれぞれ書いてあるわけなんですけども、まあ、私はリップルはね、それほどまでに暗いニュースにはなってないと思うんですよ。うん、ただやっぱりね、うん、真実よりも噂が先行しやすいのが投資の世界ですから、 投資家さんの多くがね、リップルダメだと思えば価格が下がりましたね。うんまあ、今後どうなっていくのか引き続き注目していきたいと思います。